王子はん、よう来てくれましたわ。ついさっき来たばかりや。そないに疑うめせんといてください。仕方があらしまへんやろ。今日は王子はんと夢のデートなんやから。実は今日のためにうち特別な服も用意したんよ。でもそれはマホマホ王国に伝わる特別な場所でしか着ないって決めとるからまだ内緒や。それじゃ王子はんをマホマホ王国の神殿へご招待や。王子はん、マホマホ王国の神殿へようこそおいでやす。なんて今は予約すればな、こういう結婚式場を貸してもらえるんよ。コスイベなんかでもよう使ってはるらしくてな、応募したんだす。でもまさかこんな素敵な場所を貸してもらえるとは思っとらんかったわ。空気感が違うというか、ほんまに結婚式やってる気分になるな。それにスタッフ班からお花までもろうて。でもあんな、うち夢があるんよ。結婚式でうちの作ったドレス着て運命の人と結ばれる、そんな夢や。夢が叶う日はまだまだ先やって分かっとる。でもダメ元で応募した会場が予約できてもうて、ちょっとだけ夢を覗いてみようと思ったんよ。それで勢いのまま王子はんを誘ってもうてね。お返事もらうまでうち何にも手つけられへんかったけど、王子はんがいいよって言うてくれはった時はほんま嬉しかったわ。嬉しかったから頑張って毎日少しずつドレスを作ってみたけど、ここへ来て衣装を着てようわかったわ。うちが思い描いたもの全然作れへんかったな。うちもっとお裁縫のお勉強をするわ。実家を継ぐためじゃなくて自分のために、童話みたいにうちをお姫様にしてくれはる。シンデレラの魔法使いはおらへん。自分で魔法使いになって世界で一番のドレスを作るんや。この魔法魔法王国の神殿に誓ってうち夢を叶えるために頑張ります。せやから王子はんと結婚式っぽく楽しいことをしようと思ってましたけど、もう少し先の楽しみにとっておきますわ。でもなあ、このまま終わるのも物足りひんし。そうや、王子はん、一緒に特別な思い出を作らへん。二人にしかできひん愛の儀式といえばケーキ入刀や。そういうわけでうち美味しいケーキを焼いてくれる場所知ってるんよ。その場所はな、我が家や。ほな王子はん、今度はお城へ行きまひょか。うちったら育児なしよな。ほっぺにチューぐらい
させてもらえばよかった。それもいつかにとっておきまひょか。またここへ来れたらええな。タキシード来た王子はんと一緒に。